世界の遊び大全51。今日も世界の遊び大全51、2回言っちゃった、をやっていきたいと思います。で、危ない。今、オンラインに行こうとしてた。ルールもわかんないのに、今、オンライン対戦行こうとしてたよ。ね、ちょっとね、俺ね、やったんすけど、ちょこちょこね、一人でやったんですけど、まぁ、ちょっとルールは、覚えてきました。で、ドット&ボックス、今日はこちらをやって遊んでいきたいと思います。これちょっとスプラトゥーン要素があるんだよ。陣取りゲームなんだよね。あ、聞きます？この子たちの話聞きます？え？これ何？連続で取るのが。これ難しいんだよ。これ苦手なんだよ。先言ってよ。なんか男切れてる。なんか勝手情緒不安定だな、あいつ。もう始まんの、これ。今ので説明終わり？わかりました。じゃあ僕が代行して説明をしたいと思います。今みたいに四角を作ると、まあ、1点で、最終的にその四角が多い方が勝ちですね。まあ、戦略的駆け引きゲームなので、まあ、CPU、相手 CPU なので、結構強いとは思いますが、まずは普通で戦っていきたいと思います。なんか前回普通より上のすごいと、あ、じゃあ強い、すごい、やばいか。すごい、普通、ん？すごい、強い、やばい。と戦ったんだけど、あ、これもうごめんなさい、始まってました、すいません。最初はまあ適当でいいんじゃないか。え、は、端から行くの？え、なにこれ？これの作戦？セオリーは端からなの？まあ、でも3個目を作っちゃうと、線3本繋げちゃうと、相手に取られちゃうから、気をつけなくてはいけません。はい、頑張りましょう。とりあえず、まあ線つければいいんじゃないか。ここは、大丈夫だね。十字架。で、こっちやっちゃうと取られちゃうから、そうだな、ここだな。これさ、もう正直さ、どうなってるかわかんないんだよ。みんなもさ、これどうなるかわかんないよね、最終的に。網だくじみたい。どうしようもう何も考えてないんですけど、いいっすかね。相手普通だし、そんな強くないと思うから、大丈夫だと思いますが。ここやっちゃって平気？やっちゃおう。いや、もうわけわかんない。もうわけわかんなくなってきた。あ、ねえ、ここいけんじゃん。これ俺ミスしてた、いつか。いつかの俺ミスしてた。でもラッキー。一個取れた。ミスしてた。危なかったね、今。絶対やばいとかだったら取ってきてたんだろうな。ここでいいかな。相手そっち繋げて。あれ？これ積んでない？大丈夫？まだいける？え、これまだいける？これもやばくない？え、これ積んでないか？これ積んでないか？これどこもやばいぞ。これ負けちゃうんだけど。え、終わるじゃん、これ。大変なことになった。え、待って、どうしよう。え、どうしよう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 。え、どうしよう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 。え、どうしよう、どうしよう、どうしよう。え、やばい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 。え、やばい。終わる、これ。ごめん、みんな終わる。やばい。うわー、最悪だー。これ終わったかもしれない。うわー、やばいよ。やばい、これ、もう終わったかもしれない。やめて。で、ハメじゃん、そんなん。ずる！ずる！やばい、みんな終わったもん。こうなること分かってたんだけど。え？え？防いだ。え？防いだ。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 終わったと思ってた。防いでた。これまだ分かんないでしょ？ねえ、これまだわかんないよね。逆転。え、間違った、違う、間違った、場所間違った。もうだよごめん、ちょ、もう一回やらして、もう一回。これは難しい。これは難しい。
海外では子供の頃にみんなが遊ぶゲームとして知られている。子供がやるのこのゲーム。負けたんですけど、オリビアが地球儀に遊びに来ました。誰？オリビア。オリビア。あ、この子ね。今戦った子がオリビアだ。ちょっと、勝ちたい、勝ちたい。普通にすら勝てない。マンカラの時はさ、そう、マンカラの時はさ、最強の AI に俺勝ったのに。あの人さ、最初、右下やってたから今度右下行こう。今度右上行きましたね。それセオリーなの？四角く囲う感じなのかな？外側が、有利。まあ、ちょっとやっていこうか。おっと、破ってきたね。禁忌を犯したな。でも俺はあえて枠の外から行こう。外枠。外枠。まだいける。あ、ちょっと考え始めたぞ。この青の線と赤の線は関係ないのか、言うて。わかりやすくしてるだけで。そんなに、特に意味は、お、四角になった。ここいける。あ、いけなかった、やばい。そう、これどこまで取られるの。やめてー、やめてー。やめなさーい。じゃあ次俺のターンだ。これでどんくらい取り返せるかなんだよな。ここでしょ、ここでしょ。あ、でも負けてるな。余裕で負けてるな。ちょ、もうこれやばいよ。もうこれやばい。ごめんみんな、終わったわ。ごめん、終わった。ごめん。ダメだ、強すぎる、待って。なんでそんな強いの？なにこれ。はぁ、はぁ、ボロボロじゃん。しょうもな。なにこれ。しょうもな。やばい、勝ち方がね、わかんねえ。勝ち方が全くわかんねえ。ちょっと攻めてみるわ。最後にさ、伸ばしちゃってるから、あえて、そう、あえて、3個の作って、四角くさせるんだ、アイディア。わざとこうやって。え？イエーイ！あれ？忘れてた？え？もう一回やろ？あ、なんだ、やってくんのかい。まあ、でも順番は変わったね、これで。さっきまで先行でよくやられてたから。これで盛り返せるんじゃないか。さっきよりいい形になるんじゃないか。今まで先行で負けてたから、ここはあえて取らすことによって、散らしてみたんですけど。相手の意識をね、散らしてみたんですけど、どうでしょうか。先ほどとは多分一味違った戦いになるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。あえて取らせるか。簡単なとこね。え、そこ、マジか、いけたのか、ごめん。みんなごめん。ここあったらしい、もうダメだ。注意力がない。いや、しゃあない。これはしゃあない。したら、もう一回取らせても大丈夫だ。取らせよ。もうさすがに。ね、もうさすがに俺が取る番だから、ここで盛り返します。はい。はい。はい。で、ここで盛り返します。で、多分ここ取ったら勝ちなので、ここ相手取らせる。で、最後。最後、塗らせて。あ、勝ったんじゃない？これ。分かった。分かった。これ最後の方にさ、試合がもつれるとさ、こうなっちゃうからさ。あれなんだ、途中の、四角大事だ。途中であえて四角作っておくことによって、調整ができるんだ、最後のこの。四角を取るための調整ができるんだ。なんかドラえもんみたいな色してたな。ようやく勝ったけど、って感じだわ。
違うゲーム、イエイ。 X ちょっと待って、ごめん、聞き間違えた。完全に聞き間違えた。ごめん、これみんなこれちゃんと聞いて。これはね、青いとこが青いとこに繋がれば OK、 赤いとこは赤いとこに繋がれば OK、 橋を作るゲームですね。ごめん、俺が説明しちゃったんですけど、あ、そう、こんな感じ。もうやればわかるよね。もうやればわかる。はい、7番に飛んでヘックスってのをちょっとやっていきたいと思うんですけど、そうですね、第2番目のゲームは飛ばしまして、今回はヘックスしていきたいと思います。ヘックス、せーの、ヘックス。はい、マッチングしました。ということで、今回はこのヘックスという橋を架けるゲームしていきたいと思うんですけど、最初どこに置くかだな。ちょっと蜂の巣みたいな形してて、俺集合体急所なのでこういうの苦手ですね。まあ、まずは伸ばしていこうかな。ほうほうほう。相手の赤の人は俺の邪魔をしてくるのよ。なるほどね。ここはどんどん伸ばしていきましょう。なるほど。で、こっちに行きます。うおーっと、閉じられた。と、やべ、閉じられるこれ。閉じられるこれまずいかな。こう来て、こう来て、こういったら負けちゃうか、負けちゃうっていうか、まあ塞げられないから、あえてここだな。あー、そっち来るかー。じゃあこっち。うわ、閉じられて、しかも俺ピンチ、しかも俺ピンチじゃないこれ。一旦閉じよう。つなげられたら負けなんだよね。これつなげられたら負けだよね、ここ。あはは、やばい。え、これやばい、詰んだ。あ、まだいける、まだいい。え、もうこれ無理かもしれない。あはは、つなげられた。強くないですか CPU。 いや、さっきのゲームもそうなんですけど、お、このゲーム強いじゃねえか、ヘックス。何事じゃ。これさ、相手が強いんじゃなくてさ、もしかしたら俺が弱い。もしかしたら今日の俺すげえ弱い説あるよな。ねえ。どうしよう。とりあえず、相手に邪魔になるように置いていこうかな。ここは。自分が繋げる意識を持たずに、繋げるのを阻止したい。こんなん無理じゃん。こんなん無理じゃん。あ、でもここ繋がってないからいける。はい。ここ繋げてくれるのを阻止。はい。阻止。阻止。ここ。ここ。めっちゃ阻止してくるんですけど。あ、そっか！俺がここ繋げたらほぼ勝ちみたいなとこあるのか。なるほど。あ、しかも左も一応行こうと思えば行けるんだよ。どうしよっかな。まあでももうちょい伸ばしていくか。ずっと伸ばしてくるつもりか。そっち？そっち来る？そっち来たら、俺繋げちゃってよくないか。あ、でもここ繋げられたらアウトなのか。はい。でもな、そうなるよな。橋作んなきゃだもんな。はい。いや、もうダメじゃん、これ。もう終わっちゃうじゃん。え？そう来る？え、なんで？え、なんで？え？いいの？わかった。納得いかねえ。でも勝った。でも勝った。勝ちは勝ちです。皆さん、勝ちは勝ちですよ。強いになったぞー。強い敵と戦うぞー。さっき普通で負けたけど、全然強い敵と戦うぞー。相手ど真ん中。相手ど真ん中行って。で、繋げとこう。相手狂わそう。相手2個繋げてきたな。防げたらいいんだけど、無理か、これは無理か。こっち塞いこう。ここだね、ここ塞いで。
もう絶対に行けないようにして。繋がっちゃう。繋がんないか。でもこっちだな。そっち繋げてくるか。あ、じゃあ俺これ、繋げちゃえばいいんじゃね？これ伸ばしていけば、安定の勝ち？いけるぞ！こっちに逃げるか。こっち。あ、やべ、逃げ場が。あ、やべ、逃げ場。逃げ場が。ない。やばい。やばい。待って、みんな、これやばい。こっち。で、これいけるか。あ、そっち取られたか。どうしよう。これいける？止められるよね。じゃあこっちは？止められるか。止められた。今度は相手の攻撃だ。やだー。逃げ場がない。じゃあこっち逃げるか？こっち逃げるか？止められた。逃げさせて俺を。お願い。俺が俺を逃げさせて。あはは、閉じられたー。いや、まだこっちがいける。いやー、ここ。うわー、ここ。あー、ここ。な、閉じられてるよー。やられたよ。強すぎる、強いが。マジで強い。マジで強い。勝てないんだけど。勝てないんだけど。でもなんか見つけたかもしれない、一応。攻略方法的なの。一マス多く、やっとくのが、いいんじゃないかなとは、思うんですけど。ちょっと、喉がですね、騒ぎすぎてですね。今、ちょっと喉痛いです。騒ぎすぎました。ほとんど伸ばしとこう。ん？なんだこれ。なんだ？これ伸ばしちゃっていいんじゃない？伸ばそう。え、伸ばして終わりじゃね？あれ？え、でもこれ大丈夫でしょ？こっち繋ぐもん。お、いける。なんだ、こんな簡単に勝てんのかよ。え？なんなの今までの強さ。え、これ強いだよね。今までの強さなんだったの？攻略方法もしかして。いや、もうすごい行こっか。行こうぜ。さっきのなんであっけなく勝ったの。もうすごいもさ、今の戦法で言ったら簡単に勝てるんじゃないか。そこ行く？いきなり。いきなりそこ行く？フォーメーションができてる。マジで？じゃあこっち逃げるわ。これ両方繋がる。うん、ここで行こう。このまま直線行ける。このまま直線行ける。で、これ二通り行ける。オッケーオッケーオッケー。二通り行ける方を狙えば行ける。これ行けるぞみんな。あ、でもこっち行かなきゃいけないのか。俺青だから。って考えると、二通り行っちゃダメなんだ。こうだ。こうだ。あー、閉じられたー。一番いいとこ閉じられた。これはまずい。今度逆の立場だ。逆に相手の閉じないといけない立場なんだけど、もう無理っすね、これ、ほとんど。あ、もうやばいっすね、これ。積んでる気がする。うわー！うわー！いや、もう積んだ、これ。あ、積んだ！その、フォーメーションって何？